ここまで来ればもう追っ手は振り切っただろうか。どうだろうな。俺なら万が一敵を逃した時のことを考えて分隊を風の引渓谷の手前に配置するぜ。勝ったと思った瞬間が一番の好きですね。そういうことだ。気を抜くなよ。